こんにちは、気象予報士の唐沢俊哉です。気象防災に関わる知識2、天気予報ってどう出しているのについてです。天気予報の仕組み、天気予報とは科学的根拠に基づいて行われる近い未来の気象現象の予測となっております。大気の状態がどうなるか、低気圧、高気圧、台風などがどのように発達、衰弱するか、これらの予想のことを天気予報と言います。現在天気予報はですね、気象衛星や世界中の地上高層の気象観測で集めたデータをスーパーコンピューターで科学的根拠にのっとって計算し、数分後、さらに数分後、そして明日、明後日、1週間ごと状態を求めます。このように天気予報というのは作られております。この天気予報ですが、今は数値予報というものが主流となっております。数値予報とは何かというと、物理学の方程式にのっとって風や気温などの時間変化をスーパーコンピューターで計算して将来の大気の状態を予想する方法といいます。地球を取り囲む大気をこのように格子状に区切り、この格子の値が未来にどのようになっていくかというのをスーパーコンピューターで計算します。このスーパーコンピューター、数値予報が始まって約50年で1億倍の性能になっています。このスーパーコンピューターの発達が天気予報の発達につながっております。ではそんな天気予報はどこまで信じていいのか。現在天気予報の正解率は当日は約 85%、 翌日は 80%、 そして週間ですと 60% というふうに言われております。若干の違いはあるんですが、残念ながら 100% ではありません。なぜ 100% ではないか。それは数値予報に限界があるからです。この数値予報を計算する方法が、まだ完全な方法が生み出されていないというのが一つの理由です。また計算を始める最初にですね、若干の誤差があります。この誤差が時間を追うごとにどん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 膨らんでしまいます。なので時間を追うごとに天気予報の正解率は下がってしまいます。また先ほど見せたように、格子の値がどのようになるかを計算するんですけれども、この格子の5倍以上の減少でないと正確に予想できないというふうに言われております。ゲリラ豪雨のような狭い範囲で起きるような現象は、この格子の5倍よりもどうしても小さくなってしまうので、正確な予報が難しいというふうに言われております。現在、気象庁から出されている週間予報では、この信頼度 A、B といったものがあります。週間予報信頼度 A、B、C があり、それぞれ上から確率が高くなっております。先についての行動を計画する際には、天気予報を見るだけではなく、この信頼度というのもきちんと確認するようにしてください。続いて注意報警報についてです。気象庁からは、天気予報とは別に注意報警報というものも発表されております。また平成25年からは特別警報というものも始まりました。この特別警報、警報、注意報は、このような内容となっております。重大な災害が起こる恐れが著しく大きいときは特別警報、重大な災害が起こる恐れのあるときは警報、災害が起こる恐れのあるときは注意報が発表されております。これらのものですけれども、発表される時間はこのようになっております。通常のものは、現象が発生する3から6時間前に発表されます。ただし強い、短時間の降水についての、警報注意報は2から3時間前に発表されております。またですね、夜間翌日の早朝に可能性がある場合には前日の夕方に発表されております。これらの特別警報、警報、注意報の、発表の基準ですが、これは、それぞれの地域によって異なってきます。なぜかというと、地域によって気象状況と災害の関係が異なってくるからです。例えば大雪に関する警報ですが、雪国の北海道や新潟と、雪のない地域を比べると、この基準というのは全く変わってくるということになります。続いて特別警報です。平成25年から特別警報が開始となりました。特別警報とは、従来の警報よりもさらに上の基準となっております。
例えば大雨ですと、数十年に一度の大雨となる恐れが大きい時に発表されます。まず警報が発表されます。さらに大雨が継続すると特別警報が発表されます。噴火に関してですね、この噴火に関しては居住地域に影響が及ぶ噴石や火砕流の恐れが大きい時に発表されます。続いて津波です。内陸まで影響が及ぶ大津波の恐れが大きい時に発表されております。3メーター以上の津波が予想される際に特別警報が発表されます。この特別警報が発表されたら、直ちに命を守る行動を取るようにしてください。